テキラドンジジョンです。今回はね、三国志グランバウトというゲームのリセマラの方法と目的を紹介していきたいと思います。まずリセマラの目的の方なんですけど、非常にわかりやすく、序盤でね、もらえるガチャがあるんですけど、それをね、いいキャラが出るまで回すっていうのがね、ガチャの目的になっております。で、リセマラの方法をね、紹介していきたいんですけど、これめちゃめちゃ便利になってまして、見えますかね？これ、アカウント削除っていうのが書いてありますよね。ここ。これを押すとね、簡単にリセットできるので、これを押すことで何度もリセマラをして、自分のね、気に入った武将が出るまで回すことができるという形になってます。実際にね、今回はね、最初のプレイングのところからガチャを回して、UR が出るまで何回かかるのかっていうのもね、検証でやりつつ、実際にね、リセマラやっていきたいと思います。では実行していきましょう。アカウント削除。でサーバーに関しては6を使うとクラクラ勢、ポンタさんだったり僕だったりジョーカーさんとかはサーバー6でねプレイする予定になってますので、ぜひそちら合わせてご覧ください。じゃあ出撃していきたいと思います。この辺はねチュートリアルが始まっていくんですけど、僕は何度もね事前にねやっているのでスキップをしていきますが、見たことない方はぜひ実際にねダウンロードしてやってみてください。一番最初のねチュートリアルガチャはここで引き直すっていうことができます。やってみましょうか。はい。こうすることで、まあ、ここはね、SSR が2人しか出ない、あ、2人しかというかね、2人出てくれるようなね、になってるので、まあ自分の好きなやつを出るまで回すっていうのもありかな。まあ今回は結果を確定して進んでいきたいと思います。ここメールのところから全選択一括受け取りをやると、いろんなものがもらえるんですけど、ここからね、ガチャを回すものが入っておりますので、こちらで回していきます。投与を押すと出てくるということでね。10回分回して、ここがリセマラの対象ですね。今回は UR が出るまで回していきたいと思います。まあ、これがね、ワンローテって感じ。ここで出なかったらさっきみたいにまた戻して、アカウント削除からやり直す。まあ別に進んでもいいと思うんですけどね。まあ、今回は検証も兼ねて UR 出るまで何回かかるかちょっと挑戦してみたいと思います。はい、ということでね、1回目はこんな感じだったので、まあまたね、戻って UR 出るまでメモしながら何回かかるかやっていきましょう。さあ2回目回していきまーす。うん。SSR2 枚出て、しかも、張飛と孫権とかいう普通に強そうなんですけど、まあ、今回の目的はね、UR が欲しいというところで、残念ながらリセマラしていきましょうか。マラソン。2回目もこんな形でした。時間かかりそうだったので、録画を止めてね、いい感じのやつが出たら録画を再開しようと思ってたんですが、ちょっと見てください。こちら！このなんか、これ来たでしょ！やった！これはさすがにそうよね。誰だ？朝鮮か？おー！やっと出たー！言われなぁ。出ました。43ですね。43回目のリセマラの結果、UR が出ました。いや、嬉しい。初めて出た UR ということでね。まあ、このまま進めていきたいと思います。まあ、だいたい43で、時間多分2時間近いかな。2時間ちょっとかな。どうだろうぐらいな感じでした。もっとね、全力でリセマラだけをやったらあれだったんですけど、なんかご飯食べたりとかね、いろいろやりながら片手間で回してましたが。さあ、出ました。そしてなんか、SSR も1枚来てそうですね。これはいいんじゃないの？あ、馬長さん来ました。熱い。馬に乗ってる時めちゃくちゃ強い人ね。ということで、ちょっと挑戦見てみましょうか。自身が受けるダメージを軽減する。首相にすると味方全体に適応するということで、味方全体が受けるダメージを軽減できて、一定確率で敵の通常攻撃を回避する。強い。撃破すると自身の気合を増加するという形ですね。まあ、呂布の側室という形ですかね。呂布というね、めちゃめちゃ強い人がいるんですけど、その人の側室になった人、挑戦です。ここすごい便利で、長押しするとね、この、武将を長押しするとこういう感じで出てくるんですけど、左の方から武将の検索ができたりとか、装備品だったり、あとはなんか精霊とか制作物とかなんかいろいろありますね。バフデフ、バフとか。まあ、この辺からね、各武将の能力だったりとか、あ、こういう組み合わせあるんだ、みたいなことも経験、ね、検索できますので、もし気になった方いたらね、ここから検索とかして、自分だけのね、なんかいろいろな戦略とか立てるのも面白いかもしれないですね。はい。というわけで、戻っていきましょう。はい。というわけでね、トータルで2回のガチャをね、最初に回すことができるんですが、無料で。まあ、その結果、SSR が3枚と UR が1枚というところからスタートしていきたいと思います。
まあ、できるんだったらね、リセマラしてから始めた方が当然、まあ、リードというか、いいキャラクターを持ってね、スタートすることができると思いますので、余裕がある方はやってみてください。やり方ね、今日の動画で紹介しましたので、あのままやっていただけるとという形です。はい。というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。三国志グランバウト、このままね、いろいろ続けていきたいと思いますので、ぜひ皆様もやってる方だったりとか、まあ、いい戦術だったり、強い武将とかね、いろいろあったりしたら教えていただけると助かります。はい。というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、レシピ、シェアさんとよろしくお願いします。さよなら。